おはようございます。画家の荻曽です。今日はこちらですね、ちょっとまだ完成お見せできませんけども、こちらをお見せしようと思います。途中から何書いてるか分かってくるかなというふうに思います。こんな下地ダイナミックにってどないなんのって感じかもしれませんけど、ググーっと変わってきますので、よかったら楽しんで見てみてください。ダイナミックな下地をぜひ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。まず今日はもう本当に途中まで何を書いているかはちょっと内緒にしておきますね。皆さんもちょっと予想を立てながら見られてみてください。もう鉛筆でザザザザと軽めに下地を塗って、下書きをしていきます。ちょっとこの辺大事なポイントかなと、見せ場になるところかなと。本当にこう細かいものとかはあまり書かずに、で土台としては僕ものすごいかっこよく決まったかなという気がしますので、皆様もね、うわこんなダイナミックにいくんやっていうのを、これもね、これぐらいの気持ちでライブ配信ができたらおもろいなと思うんですけど、なかなかうまくいかないわよね。で、バーンとアンバーみたいな色とウルトラマリン、を今でいきました。まあ、いつもバーントシェンナみたいなちょっと赤みがかった茶色を使うことが多いんですけど、バーントアンバーみたいなちょっとこう色ですね。そしてこうグッとで水とかでこうちょっとね拭き取ってあげたりとか、ちょっと抑揚をこうね、ちょっと茶系を強めてみたり、青目を強めてみたりとかもこの段階でしてますよね。本当にこう書道をやる気持ち、ね、書道苦手やったという人も、僕もそんな得意でもなかったと思うんですけど、僕はもうよく二度書きとかしてね怒られてましたけどね、全くこうお手本と同じように書くことはできたんですけど、二度書き三度書きでですよ、ずっとねやってましたけど、でちょっと何書いているのかなと、線みたいなものもあるし、塗りみたいなのもあるし、なんかグラデーションみたいなのもあるし、何ですかね。15分程度のね動画ですのでですね、皆さん見えてきましたか。ドンドンと、ザザザワ、ふわググググ、ジャ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 みたいなね。そうですね、手前は右の方は木が出てきました。もうなんとなくもう分かりましたか。木みたいなものがあるぞという感じですね。この辺はもう白とか入れてってます、途中で。そしてこう紙は、これは何やったっけ、あ、これはある種の粗目ですね。265ぐらいの作品、41×31cm のやつですね、に書いていっております。そして濃厚な、この段階でこう奥よりも暗いのがドンと来たから、手前になんか見えるような状態になりましたね。本当は左の方から書いていった方がいいんですけどね、なぜか最近ちょっと右から書くことが多くなってますけど、まあまあ気にせずグイグイグイと言ってますね。この辺は、あ、そしてこう挟み込みの構図で気になりました。ぐわっと、なんかねこの辺もね力強い線でしょ、ぐわっと、ちょっとかすれるところもあったりとかね、しながらですね、こう本当に均一にならないように、線とか塗り一つ均一にならないようにということをすごく強く意識しながら、夕方6時になっても子供たちは外でギャーギャー遊んで、聞こえます？帰ってきませんね。面白いですね。これから大変ですね。蝶々がもうすぐ出だす。今これ3月の18日、今日成林審やってありまして、下村さんが喋ってありましたけど、18日でもう蝶々が出だしてるのでね、ぼちぼち、あ、どうですか。この辺はまだ2層目とはいかずとも、そのより濃厚なところをググ、こう結構ね、長い段階で、長い段階、暗い色で描いていきました。暗い色というか、乾かないうちにグググッとこうやっていきました。ねえ、もう本当にこう3月も下旬になってきて、少しこうなんか本当三寒四温的な感じで、今日はさ、ちょっと涼しかったですけどね、春の訪れが皆さん待ち遠しゅうございますよね。花粉症じゃなかったらいいんですけどね。で、ちょっとこの辺はほら緑の、なんか森の中みたいな感じやぞって感じになってきたんじゃないですか。左の方にも木みたいなのあるぞという感じで。ああ、こんなんをライブ配信、なんかこうぐちゃぐちゃとした風景をダイナミックに描くライブ配信してみたいな、今度やってみよう。
こんなんをやりながらまた次のテーマとか考えていったりするんですよ。面白いでしょ、変なおじさんです。そしてこの辺は緑が少し入ってきました。こうオキサイドグリーンみたいな色でございますけども、グリーンを少しこう差し込んでいきながら、そうです、これはですね、石垣島でこう見つけた、まあ、神社かなっていう感じですけども、神社みたいな、うるさいのが帰ってきました。何どないした、今録画してたんやけど、録画してたんやけど、何、うわー、サッカーボールマンだ、おかえり伊藤くん、おかえり、ねね、帰ってきましたよ。ということで、これはですね、石垣島で見つけた神社を描いたということでございます。描いているということです。来るの伊藤くん、来る来る、あ、来なかった、来なかったですね。はい、取り直すのめんどくさいので、そのまま突き進みたいと思います。すみませんという感じでですね、こう今1層目、まだ1層目ですね。川勘うちにグイ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 、なんかこう本当にこういろんなこうアブストラクトみたいな感じ、抽象画みたいな感じもあるでしょ。ガッとこうなってるようなところもあったりとかですね、線的な要素もガッとあったりとか、皆さんもちょっとそれぐらいのこう意識で、なんかこうちょっとこう今日ねグワッといくぞとか、ジュワッといくぞとか、にじますぞとか、もう本当にそれね、もうものすごく強調してやらんとできないんですよ。何でもそうなんですけど、思ってるよりももう2倍3倍ぐらいの気持ちで、でちょっと小さい作品とかやったらなかなか難しいですので、まあ、6号ぐらいのサイズぐらいの感じは欲しいかなというふうに思います。意外とこう自信のない人って小さいのをずっと書いてたりするんですけど、意外と大きいのドンと書いた方がいいですよ。大きいのガンと書いて、そうするとちっちゃいのとかももっと書けるようになります。100号とか書くとね、10号とか簡単に書けるようになったりしますんで、もう僕正直油絵に関しては4、6、8、10、12ぐらいまで同じサイズぐらいに感じてます。本当です。はい、だからもうあんまり4号とか書きたくないところあるんですよ。サムホールとか正直あんま書きたくないですよ。もうサムホールと4号なんかほぼ同じに感じるというかですね、変わってるでしょ。まあ100号とか結構もう何十枚と書いてきてるからですね、100号ぐらいになるとやっぱちょっと体力を使うというかですね、感じがありますけども、この辺の暗い木とかをわー、なんかね、石垣島の本当にこう日本ね、一番こう端のね、沖縄のですね、本当素敵なところがいっぱいありましたよね。もうモチーフも山ほどある。もう僕は多分いろんなとこ行っていろんなとこことをそういう感じれる能力があるというかね、そういうのもやっぱり芸術とか美術をやっていくということで、このぐらいになってぼちぼちこう写真とかを見せてもいいのか、もう見せているのかね、こんな感じのやつを描いたということです。まだでも1層目なんですよ、これ。だからね、面白いでしょ。乾き出してるところもありますけど、あんま1層2層と考えずに勢いに任せてかなり描いていったんです。で、そういうこうものモチーフにしたいなと、まあ、そういうのをこうなんか選ぶこう基準ってすごい難しいんですけど、なんかこうちまちまこうね、書いていくよりはそういう方がおもろいかなというふうに思ったんですね。こうやっぱりこう石垣島のこうなんか暑い中で育ってる木々のなんかっていう、まあ、2月やったりするんで、ちょっとねもう夏とか行くともっとすごいことになってるんでしょうけど、なんかそれでもなんか木々のこう力強いこう感じみたいなのとかが描けたなと、この辺とかもね、ザラッと、この辺だって2層目に入ってきたかな。逆に言うと2層とかを考えずに、もう乾かすとかいう段階をほぼ作らず突き進んだかな。ちょっとそれ覚えてませんけども、そんなタイプの絵があってもいいわけですよね。こう層を意識するというよりも、もう下の絵の具が乾いてないうちに偶然で何かが起こっていくということも全然あっていいと思いますし、その辺というのは本当に絵ってすごく一応はなんか皆様のこう失敗とかをなるべく減らしたい、あげたいなというおじちゃんの優しさで、そうとかを意識した動画の作り方をすることが多い。あ、乾かしたわ。とか言ってたくせに乾かした。まあね、そしてこれなんか、チャイニーズホワイト。なんでチャイニーズって言うんだろうね。ちょっと今度いつか聞いてな。それで今筆を見せたのは、あ、ちょっと細いやつ使いましたよってことで、こう2本目の筆をということで今お見せしました。ラフィーニさんのなんかっていうやつの、をもう一本、本当にこう、透明水彩だけやったらこの日本でいけんちゃうかなって最近ちょっと思ってるんですよね。旅行く時もダラダラ筆を持ってくるのもやめようかななんてふと思ってたりとかします。
まあ、腰がね、アクリルの絵の具で描くときもあるから筆いっぱい持っていかんといかんかなという感じはするんですけどね。細かい描写みたいなのもできますし、まあ、この辺をこう筆のこう筆さばきみたいなのとうまいことをこうで、これなんか白ね、ドライブラシって言って白、先ほど出したチャイニーズホワイトとかでこうねやると向こうに見えるこう何なんて言うんですか、建物の明るいところをかすらせて描いてみたりとかしていっております。どうですかね、この辺の木々の不透明感みたいなのも少し描いていきながら、少しかすらせて描くような表情があったり、この松の木やと思いますけども、この松の木あたりのこうかすらせて描いてみたりとか、絵の具の幅みたいな、まあね、まさかこんなものを描いていたと皆さん分かりました。初めの段階上分からんかったでしょ。でもそれでもね、なんかね、かっこいいこう初めからかっこいい絵の具をつけていくことによってでですね、後から、見えてきてもそんなに違和感がなくなると、わからないわ、何を言ったらいいのなという感じかもしれませんけど、分かってくださいね。ね、なんかね、途中段階もかっこよければ最後まで、ね、ある程度かっこよくなるということを、特にね、透明水彩なんかはもう顕著に出るんじゃないかなと。だ、一層目というのがすごくこう大事なんですね。で、そのバリエーションはいろいろあると思いますよ。いろんなやり方、書き方、方法論みたいなのがあると思うんですけど、そこでやっぱり強く意識してかっこええとかね、綺麗とかっていうふうに思えないといけないと。で、その思えるようになっていかないといけないわけですよね。わかりますか？皆さんもね、だからそこで絵を楽しんでいるかというのが絵にこう乗り移っていくということでね、いうことが大事なんちゃうかなというふうに思います。もうそういうのも本当にね、その美意識をどうやって磨くかしかないですもんね。なんかね。例えばなんかこう、大河、日曜日の大河のあの文字、書道の文字とかもね、ああいういろんな有名な書道家の先生に頼むんでしょうけどね、多分こう一つの大字を書くのに何百枚と書いてあるんでしょう、どうせね。で、あれ一枚だけでっていうわけじゃなくて、こうじゃない、こうじゃないで書いてあるんでしょ。で、そういう絵も同じような感じで、ただ淡々となんか色移しするだけじゃなくて、一本の線、塗り、ね、色の混色、もうそういうのも何本もね、長いことやってきたおっさん、こんなね。皆さんから見て若いとか言われるんですけども、もうすぐ50ですよ。今年49ですけど、あ、49になるのかな ?49 かな。ね、もうでも30年以上やってますからね、そしてこんだけ描いてきてますからね、好きなんですよ。ね、病気ですよ。ということでございまして、最後こうちまちまと思う分かりましたよね。こんな感じのなりました。皆様もぜひぜひこういった意識、もうとにかくこういうのね、めっちゃ大事な意識なんですよ。自分が持ってるもう 3,4 倍ぐらい意識してつぐーっといくんやーとかふわーとかキュアーとかね、ヒューとかね、もうそのもう自分が思ってるよりも強調してあげんと、なかなかそういうのでできませんので、ぜひぜひ、こういった動画を参考に、初めの段階特に見てみて、細かい描写とかももちろん参考になるかもしれませんけども、やっぱり大事なところっていうのは初めの段階、この沖縄のここのところで何だかいことあって、その木々のあれがこうあって、これがうわーみたいなのをいかに表せるかということを描いたという作品でございました。解説は以上です。よかったら最後までご視聴いただければと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは解説以上です。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。石垣島でですね、見つけた、こういった、古い、これ、なんやろね、神社なのかな。まあ、入っちゃいけないらしいですよね、島のね。でもなんかこう、周りのところからふーっと歩けたんで、そちらから写真撮って描いたというものでございます。こういったダイナミックな下地、皆さんもやられてみてはどうでしょうか。よかったら、チャンネル登録してない方、ぜひ、グッドボタン、コメントください。それではまた。いい子、チャンネル2個、チャンネル登録、よろしくねー。